遊戯王のルール2限目。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、遊戯王のややこしいルールについて解説していきましょう。本日のテーマはカードの発動と効果の発動について。まあ細かいこと言うと、カードの発動、効果の発動、効果の処理ということについて説明していきたいなと思います。で、遊戯王カードっていうのはですね、カードの発動と効果の発動で結構違うんですよ。これ結構違うっていうことだけ覚えてみましょう。これカードの発動っていうのは何かっていうと、例えばこのバージェストマカナディアをこれセットされてるんですけども、表にして効果発動しますっていう制限をすること、これカードの発動ですね。表、裏から表にするとか、あと魔法カードを手札から使うとか、そういうパターンの時、これをカードの発動って言いますよね。でバージェストマカナディアの場合は効果の発動も同じタイミングなんですよ。カードの発動とこれ、相手の魔法、相手の魔法じゃない、相手のモンスターを対象に取って、そいつを裏側にするよっていう、カードなんですけども、このカードはカードの発動をした瞬間にもう効果の発動までしちゃうんで、効果発動しまーす、カードの発動 しつつ効果発動しまーすっていう感じなんで、なんでいっぺんにやっちゃうんですよ、このカードは。なんですけど、例えばアマゾネスの吸収っていうカードは、これ永続トラップなんですね。永続トラップなんで効果が 1,2,3 あるんですけど、これね、全部ね、表になっている状態でも、まあ、任意のタイミングで発動できるっていうカードなんですよ。まあ、一応とりあえずこの効果を発動って言った瞬間にはカードの発動と効果の発動はするんですけど、一旦ね、まず一旦するんですけども、一旦するんだけど、ただいつでもまた永続トラップなんで効果の発動自体はできるじゃないですか。この永続トラップとかのそのカード内 この効果の発動ってカードの発動ではないんですね。なんでかっていうと、もう表になっている状態なんで、カードの発動っていうタイミングがもう過ぎ去っていて、あとはこのカード、表になっているこのカードの、このカードの中のどの効果を発動するかみたいなことを選ぶんで、なんで、効果の発動をするっていうカードなんですよ、表になっていたら。で、じゃあこれが何がね、何がどういう処理の仕方で変わってくるかっていう話をすると、例えば今フィールド上に、相手のフィールド上にアンティークギアアルティメットゴーレムっていうのとアルマネスっていうのが立ってるんですけども、アンティークギアゴーレムのこの効果見てみましょうか。このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法、トラップ、カードを発動できないって書いてあるじゃないですか。カードを発動できない、つまりこいつが攻撃しだしたらカナディアとか、それからまあ、サジンのオタズマキとか、こういうカードの発動はできないんですよ。カードを発動する、まあ、要は表 にするとかね、カードの発動はできないんですけれども、逆にアルマデスを見てみると、こいつは、こういうのカードが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法トラップモンスターの効果を発動できないって書いてあるじゃないですか。こいつはカードを発動できないだったことに対して、こいつは効果を発動できないって書いてあるじゃないですか。なんでこれは相手はいかなる効果も発動できない、つまり魔法トラップカードを表にすることもできなければ、表側の魔法トラップカードの効果を発動するっていうこともできないんですよ。これがね、結構変わってくるところ、ちょっとこの続きを見ていきましょう。まずですね、アンティギアゴーレムが殴ります。ただこれに対してアマゾネスの吸収は発動できるんですよ。これなんでかっていうと、表になっていて、表になっているカードの効果を発動するっていうのはカードの発動ではなく効果の発動になるんですね。なので効果の発動やから、このモンスターは手札から特殊召喚するっていう、効果をこいつは攻撃する場合でも発動できます。ではとりあえず、はい、でアマゾネスの吸収の効果、アマゾネスの吸収の効果もこれ結局、戦闘をもらったダメージ計算後に相手モンスターを除外するっていう効果なんですよね。だから効果なんで、こいつは除外できるんですよ。こいつカードの発動ができないだけだって、効果の発動はできるんで。で、じゃあアルマネス、これはいかなる効果も発動できないって言いましたよね。だからこれで殴られると、吸収の効果も、カナディアの効果も全く発動できないんですよ。こうなるんですよ。あ、ちなみに今戦闘破壊されなかったのはこいつのアマゾネスクイーンっていう、こいつの効果によってアマゾネスモンスターが戦闘では破壊されないっていう効果なんで、なんでまあ破壊されなかっただけであって、この吸収の効果で除外するっていうことができないんですよ。
なんでかっていうと、さっきも言ったように効果の発動がもう全く不自由というか。で、一応こういう戦闘では、戦闘そのこのカードが戦闘の場合いい、そんな魔法トラップカードの効果発動できないっていうモンスターなんで、まあ一応戦闘ではない、例えばメインフェーズね、メインフェーズとか、まあ、バトルフェーズ入った瞬間とか、スタートステップって言うんですよ、スタートステップがあったらバージェストもカナディアとかで裏側にしたりすることができます。はい、まだこいつが戦闘行ってる場合、あの戦闘行う場合ではないのか、ないから戦闘は行ってないんで、まだ、はい、裏にして殴るとかはできるんですけど、ただこういう風な感じでアマゾネスのクイーンとか、アマゾネスの格闘戦士とかが殴って吸収のところで除外したいなと思っても、こいつの戦闘を行う場合は一切魔法トラップの効果発動できないんで、こうなっちゃうんですよ。まあもちろん戦闘では破壊できるんですよね、こういう風に。はい、以上でございます。ちょっとね、わかりにくかったかもしれないな。まあ難しくて説明するのも、わかんないことがあったらぜひね、コメント欄かなんかでバッて書いておいていただければ、なるべく返せるように、あの質問には返せるようにしたいなと思います。引き続き3ゲーム目、4ゲーム目、5ゲーム目とどんどんやっていきますので、よかったらね、チャンネル登録よりグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。